手ゲーミングのお時間です。今回はですね、テンパラの中にありますイーパラでゲームを楽しみたいと思います。お相手はこの方です。はい、どうも MBC アナウンサーの山口真奈です。よろしくお願いします。山ちゃん久しぶりだね。久しぶりです、ね、もうこの間にいろんなゲームを準備しておきましたのでとっておきを紹介しようと思います。ねえ、今回そのね、あのおすすめのゲームがあるということなんですけど、はい、そうなんですよ。一人でも楽しめる神ゲーを2本ご紹介していきますのでお楽しみに。わ、楽しみ。じゃあ、ビーズ集めてみましょう。今回のテレビゲーミングは、はい、教えて山口先生、ピクミン3、ベラックスの巻山口アナにピクミン3、ベラックスの魅力を熱くたっぷり教えてもらいます。英徳たちがいるのは天文館ラス表参道の1階にある e スポーツスタジアム e パラ。KBCC 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校の e スポーツと IT を勉強する学科の実習室です。今回番組の収録用に貸してもらいました。英徳さん、引っこ抜かれてあなただけについてゆく、今日も運ぶ戦う増える、そして食べられる。聞いたことありますか？懐かしい。あ、よかった。ある。そうです、ピクミン、はい、そうなんです。そんなね、歌の CM が、まあ、ありましたけれども、2001年から人気のシリーズピクミンの最新作のじゃん、ピクミン3デラックスを今日は紹介していきます。もう3まで出てるんだね。そうなんですよ。まあ簡単に説明すると、ピクミンという小さな可愛い仲間たちと共に様々なミッションをクリアしていくという、はい、そんなゲームなんですよね。また可愛いんだよね、はい、そうなんです。赤ピクミンや青ピクミン、黄ピクミンと、そして羽ピクミンや岩ピクミンと、当時のピクミンには登場しなかったまた新しいピクミンがいたりということで、これは2人でも1人でも楽しむことができますので、今日は英徳さんにやってもらおうと思います。ありました。主人公たちが住んでいる星は食糧危機になって、で新しい食料を求めて未知の星にというお話となっております。なるほど。3人が今回の主人公たちです。あ、そうなんだ。Light year voyage nears its end. But as they initiate the landing sequence, something horribly wrong. わー、うまく着陸できるかと思ったんですが、点点点というところで、乗ってきた宇宙船を発見できないキャプテンチャーリーのシーンからゲームはスタート。キャプテンチャーリーキャプテンチャーリーなんだ、はい、まずは彼を動かします。はい、じゃあせっかくですので黄色のピクミンに近づいていってみますか。うん、あ、なんだあいつは。うわー、いっぱいいる。ちょっとちょっと、じゃあ B ボタンを押してみてください。はい、囲まれました。乱暴だな。 A ボタンで投げてみてください。こう投げても来ない。はい、敵はありません。はい、 B で集めて A で投げると。じゃあ B で集めてみましょう。はい、集まってきました。はい、あ、ついてくる。はい、これで、そうです、そうです、投げて、はい、開くんだ。そうです、そうです。ピクミン助けてもらいましょう。ジョイヌルン、すっごいついてくるね。はい、毛投げですよ。本当だね。ちょっと遅れても、あ、何か生き物がいる。この星に住む原生生物たちがいるので、はい、邪魔してくるので投げて攻撃しましょう。
山口アナのナビゲートでピクミン3の遊び方を掴んだ A 特。途中、主人公3人のうちの1人アルフに切り替わり、さらに探索は続く。吸い込まれました。ちょっと待って、何か出てきましたよ。出てきた、目が出ました。絵で抜いてみてください。あ、抜けました。かわいい。赤ピクミン、ぬるべべ。はい、そうなんですよ。地面に埋まって生えてくるんです。抜くから抜いてください。ワン、プチューズ、通信ができるアイテムをゲットし、宇宙船の居場所が分かった。ピクミンをうまく使ってそこを目指す。倒すと蜜が出てきます。で、この蜜を吸うとお花に。ピクミン咲いた。そうだ、白い花。はい、一番足が速い花ピクミンになりました。見つけて、あー、たくさんピクミンはですね、青ピクミンじゃないと水の中進めないんです。カパーソン、はい。お、なんだ、誰かがいます。あ、いたー、ブリトニーだー。ブリトニーが、うん、どうでしょう。起き上がった。起きてました。いるよ、元気元気。見てた。あ、ふっ、あ、イチゴ、大きいイチゴが運んでくれると思いますよ。よしや、はい、運んでくれました。あれ、気が来ました。やっつけましょう。あ、やっつけました。あ、なに、岩ピクミンが吸い込まれてました。あ、そう、なんだかコツゴツしてる。ピクミン大好き。ガラス水晶を壊します。すごい、見たことあるぞこの、うん、壁を壊すことができます。はい、すごい。どうする、タクタクチン。 OK です。あ、いいですね。ここね、あるの、ね、はい、あるのですね。はい、こうする、今助けます。ここね、あるの。宇宙船の場所までたどり着いた A 特。じゃあ十字キーの上で攻略ヒントが見られるので、はい、ちょっと押してみてください。はい、ガラスの壁をまだ壊せるところがどうやらあるっぽいですね。はい、はい、行ってみましょう。はい、はい、今実は矢印が出てきたので、この矢印の通りに進むと。はい、ありました。これが今もう日没までのカウントダウンなので。そうなんだ。そうなんですよ。はい、あとはこれを待ちます。はい、はい、ました。いや、もうなんかピクミンがけなげで戻った。この見た目も可愛いし、はい、やっててなんかちょっとほのぼのしてます。そうなんです。はい、すごい穏やかな世界ですし、可愛い見た目のピクミン、うん、ただ
ね、まあ、戦いのシーンもありましたけれども、うんうん、涙涙の別れもあるわけなんですよ。大事に増やしてきたピクミンが食べられたりとか、あ、そういうところもありますので、確かに、はい、ちょっと進んでるところもじゃやってみますか。オッケー、行ってみましょう。はい、そうなんです、水の中をどんどん進んでいくので、あ、できた、これ食料も増えてますし、はい、オニオンの色も見てみてください。レインボーみたいになってる。そうなんですよ、はい、じゃあピクミンを連れて行ってください。 A ボタンで、はい、こんな感じで、ちょっと最初のね、赤と岩だけでしたもんね、A徳さん。一番多い20で、はい、100に、あ、はい、そういうことなのね、はい、地上には100匹までしか出せませんから。すごい、はい、カラフルになった。そうなんです、はい、今ちょうど多分青だけ釣れてるので、はい、水に入ってみてください。さっき溺れちゃいましたけど、溺れた、はい、今度は大丈夫です。あ、え、しかもすごい速い。そうなんです、水の中をどんどん進んでいくので。あ、できた、なにこれ、やだやだ、今のちょっと持っていかれましたね、だいぶ半分ぐらいピクミンに持っていかれたので、はい、やっつけました、あっという間に。ちょっと待って、さっきの子たちはもう雪に埋もれました。さっきの子たちは多分その辺にばらまかれちゃってるので、多分います。ああ、よかった、大丈夫です。危ない、はい、やってみてください。はい、愛情が湧いて、うん、魂がファーって飛んでいくところを見ると、ああごめんねっていう気持ちになります。ステイホーム期間中はずっとピクミンと共に探索したり戦ったり、 あとフルーツ集めるのもすごく楽しいので。そうなんですよ、いろんな種類のピクミンがいて、はい、それぞれをこう使い分けてこう攻略していくっていうのが、うん、なんかもう楽しいね、はい、うん、まあ、の2人でできるプレーとかもありますので、うんうんうん、またお教えします。確かに、はい、1人も楽しいけど2人もやってみたいなと思いました。そうですね、はい、ありがとうございます。面白かった、よかったです。簡単に言うと、次回のゲゲテゲーミングは人狼狩り、教えて山口先生、頭脳視野の巻、山口アナに頭脳視野の魅力を教えてもらいます。違ったな、お楽しみに。どっちも怪しくなってくる。そうですね。